ツイッターで見たら、ね、例えば隣の家の人が家族旅行行きましたって言ったら、多分それを見てちょっと心がチーってなったりするかもしれないじゃないですか。そうですね。あ、なんかそういうのも嫌ですね。嫌ですね。ありがとうございます。あ、そうしましょう。その点もう一つ気になっているところがですね、ここのかぶってるところですね。かぶってるところで一番最初にやめたわけではないと思うんですけども、まあ2万3万点になんで、まあ、絶頂期のタイミングでやめたのかな。でそれはやっぱり演劇ないとスキャンプっていうのがあるけど、これは、まあ、いろんなところでいろんな話をさせてもらって、いろいろな自分の考えもあるんですけど、まあ、さっきも言ったんですけど、今僕はお金は人の心をむさぼ、寂しくするんだと思っているんですけど、人間関係もそうであって、まあ、僕はプロでやってきた、でも、まあ、会社だったので、全員がプロ意識ではないですし、僕の要望がきついっていう人もいれば、僕の要望が高すぎるっていう人もいれば、まあ今だから話してるけど、部署代やった時に一回精神病で鬱になったことがあるんですよ。それは頑張っても頑張っても頑張っても、名古屋市という、名古屋市が悪いわけじゃないんですよ、そういうシステムに勝てない。例えば 3.11 の地震があった時のブログで、僕はすぐに皆さんにお悔やみ申し上げますの一文を載せてくれって言ったんですよ。まあたまたまインフルエンザの家で寝てたんですけど、ただあの上の人の半分もらわなきゃいけないから待ってください、お悔やみ申し上げますとか一日でも早い復興っていう言葉に対して半分がいることに対してちょっと苛立っていて、でさらにインフルエンザで被っていて、そのインフルエンザ中にマネージャーがバカだから忘れてて、野村さん明日何時に来られますみたいな、でこっちインフルエンザで5分目なんですよ。なんかそういうそのまあ、ミスは全然いいんですけど、担保をもらわなきゃ自分たちの貢献ができない画商になったならば僕は痛くないなと思って、で、まあまあ、その時にやっぱりそういう担保をもらいに行くっていう言い訳をしてしまおうかなっていうのはずるいじゃないですか、いけじゃないですか。だからそういう人がいて自分の心が寂しくなるなら僕はここから消えようと思って、それが初戦ですね。無償体は多分 やりたかった半分の本音は一応やりたいけど、半分はここにいちゃダメだっていうふうにさせられてしまったのかな。あと月給制なんでアマチュアなんで、どうしても、どんだけやっても同じ給料、働かなくても同じ給料、そうなるとみんなのマインドで無償体を辞めるときも思ったのに、みんなが休みたくなるんですよ、どうしても体の姿勢があるとか。でも表現っていうのはお金のためにやるわけじゃないから、どんだけ体否定した人にも追い続けなきゃいけないから、まあそういうのは半々ですね。人間関係とこのままアマチュアのままでいいのかっていう、プロっていう大物だから怖いけど、僕はすげえ日本一の有名人になりたいから役者を始めたのに、ここで終わっていいのかっていう思いと、だからまあ今日の人も本当に僕が人間関係で疲弊するんだったら、そういうことやめればいいなとか、はい、すごく、やり口を、なんかあるじゃないですかね、一時期はリストラが多かった時代に、命を絶ってしまう大人がいて、命を絶つぐらいだったら、そこから早く逃げ出した方がいいなと思って、姉妹って自分で魚釣って、トマト作って暮らした方がよっぽど心が健康的だから、ただ、楽しいことしてるね、好きな人たちも多いからいいけれども、それでもやっぱり苦しいんだったら、僕はいつでも逃げ出せばいいんじゃないかなっていうふうに、ここ数年に思います。でもマジで見とった。それで、じゃあ一本として頑張っていって、そのテレビが。全然手作りのことに関係ないな、ちょっとね、そのくらい自身で、ちょっと消えるタイミングがあればいいかなと思ってたんですけども、はい、編集さん自身が、その、ここ一番最初立ち上げ、ここを立ち上げ、はい、うちらハンドメイドも自分たちの好きなものを作って、はい、自分で売りに行く、要は作って物を買うだけじゃなくて、自分の欲しいものを作りたいがために皆さん最初作っていたんで、でそこで皆様がどんどん自分の作品を披露したいっていう気持ちでこういったハンドメイドのイベントにしていて、あ、だから皆さん最初趣味のようにここが手先が器用だねって言われて作ってみたらベロ持ちでやるってなって、そうです、僕のいわゆる僕の DIY ですね。そうですね。僕は家で DIY が好きなので、はい、ずっと下手ですけど好きなんですよ。この前家のドア本を DIY でつけましたからね。すごい。あの尺が合わないじゃないですか。はい、でもちゃんと木を、ミリを測って計算して、家の壁に貼る。そういうことですよね。そういうことです。それがだんだんこう、人が買ってくれるようなものになって、もっといっぱい作りたいっていう。
それが今チームの皆さんで、僕はその研修さんの熱いことを今要は過程ですよね、過程を知っていただいて、自分の中にハンドメイドとして今年もできたっていうことを最初に言ったかったです。それが伝われば幸いですね。今苦しみながら物を作って売れないから諦めようかなって、まあ、全然諦めるのもいいけど、でも好きだから続くことですからね。好きだからある苦しみもあるけど、好きじゃないと続けられないから、これよく言うんですけど、僕の特徴とかで、いやいややってる人と好きでやってる人の最後の違いっていうのは、もうお金もなくて明日から食っていけないってなったとしても、好きっていう人もちょっとだけ踏ん張れるんですよ。ちょっとね、好きじゃなくてもたばーってやめちゃうんですよ。だからこの好きでちょっと踏ん張れるこの食っていうのが僕は大事なんじゃないかなと思っていて、ってことは好きなことをやり続けられる幸せがあるわけですから。ただそれがまあ売れる売れないっていうのは、僕はお金儲けが下手なんで、やっちゃうのはその時の流れもあるだろうし、私も作っているもののセンスが悪いんだって、自分を信じなきゃいけないけど自分を変えなきゃいけないから。でも僕は職人じゃないから、刀職人の人がすごいな、心折らずに毎日こうやってやってるから、そういう自分の確固たる何か強い、僕も役者で表現でこういうのを目指すっていうのがあるから、そういうのを持ち続けてやれればもっと楽しいんでしょうね。そうですね、負けないんでしょうね。でもね、こういう風にやってたら、さっきの SNS じゃないですけど、ここバカ売れしてて自分のところ売れてなかったらやっぱりやるじゃないですか。その時にどんだけ人を受け入れるかっていうのもあるだろうし、でも僕がね、もふもふの可愛い人形にすごい興味を持つかって言ったら、そうではないので、人の好みっていうのもあるから、でも僕が、ちょっと僕は話が長くなる人なんですけど、1000件で300万使って、この前の舞台で初日に主役がいつもと違うとこから飛んで、足の剣切って公演中止になったんですよ。でこれ、お金のやらしゃなしで、ちょっと230万くらいそこで赤をくれて、今年500万使ったなと思って、でその時に、ああ、やだな、お金がないの、やっぱり余裕がなくなるじゃないですか。でもずっと昔に師匠が教えてくれた言葉で、辛い時こそ笑顔でいいよって言われたんです。だから笑ってもなと思って、で、僕は右腕の役者で、名古屋で一番八代っていう役者なんですけど、そういうことをずっとそのそばにいるんですけど、親友たち友達だから弱音も入ってるけど、ずっと笑ってもなと思って、で、笑ってたら、笑ってることによって周りで現地の助けるよってことも現れたし、じゃあ僕まだ芝居やっていいのかなと思って、ただあんまりね、借金がある状態でなんか好きな芝居っていうのも失礼かなっていうのもあったけど、とりあえず続けられるんだけ、この道続けようかなと思ったんで、それが頑張ったのは師匠の言葉で、辛い時こそ笑顔で言おうって教えてもらったんで、だから物を作るっていうのは多から少なから絶対辛いっていうのは生まれるんですよね。環境だったり、お子さんがいながら作ってたら自分の制作時間が思うようにいかないとか、お金がなくてこの素材が買えないとか、でも辛い時に辛い顔すると辛いことばっかりやってくるんで、辛い時に笑顔で言うのは多分なんか受けたんでしょうね、引き寄せの法則じゃないですけど、ただ辛い時に笑顔でいられなかった時にはやめればいいと思います。辛い時に笑顔でいられるんだったらまだちょっと頑張っていいよって神様が教えてくれてるかもしれないですね。いやでもやっぱり自営業で役者の10年やってますから、こういうことはやっぱもう皆さんももちろん考えてらっしゃいますけど、21からずっと毎日これを考え続けて生きてきたのが僕たち役者なんですよね。芸人の先輩もそうですし、ただそういうところの思いはなんか人に火をつけたいですし、人の背中を押してあげたいですし、でも辞めることが悪いことじゃなくて、辞めるのも勇気だから、辞める人、辞めたいという人がいたら、みんなでおめでとう、卒業おめでとうって言ってちゃんと背中を押してあげたいし、いうふうに最近は思います。辞めることが悪ではないです。自分の心を自分させないで辞めればいいけど、好きでやってるから、辛くても笑顔でいられるうちは続けてもいいかもしれないですね。そうですね、結構僕は聞いたみたいなと思ったんですけど、すべて言い切りました。ということで、出身者の皆さんで、うち飲食関係で委託をやられてる出身者の皆さんも最近よく相談を受けるんですけども、やっぱりさっき全部言ったように、笑顔で自分のできる範囲で頑張ってもらえればいいところですかね。そうですね、この命、でも僕らは命がけで仕事しなきゃいけない反面もありますからね、皆さんもその命のかけ方でしょ。余裕があるときは命削ればいいし、余裕でなってときは命削らずにだらだらして、わけのわからないいつも見ない映画見て、で最初見たときに、これいいな、これパクけよとか、余裕がないと人っていうのは傷つけてしまうので、どっかで自分の余裕を、保たないといけないから。
うん、そういうのって生きるって辛いですね。死ぬことでももしかしたら簡単なのかもしれないっていうのは思うけど、でもせっかく生きてこうやってご縁があってみんなで会って楽しい時間を過ごせるんだったら、今やれることをやってれば、今に向き合ってれば、あ、明るい未来があるといいなっていうのをね、思いたいですね。全然進まないまだ2個目。そうですね、本当にもうちょっと違うことが言いたいんですけど、でも本当はちょっと違う点で、あ、これですか、こっちですか、あ、まだこっちです。あ、まだまだこっちです。はい、ちょっとハンドメイド、まあ、簡単に言うと DIY、はい、あとは、でも今結構大きくやってるじゃないですか、あの演劇、あ、演劇の舞台をね、はい、小物とかはもう自分たちで作らず業者に任せてやってます。小物は舞台監督さんっていろんなパターンがあるんですけど、基本は舞台監督さんが全て作るものなんです。ただ自分ちの楽器がついでにこういうのあったから買ってきますとか、でも僕の場合 DIY が好きなんで、一回本当に竹光も作ったろうと思ったんですよ。ゴリゴリ失敗したんで、そういうのは僕のに任せようと。できるところ、はい、でも僕の先輩で山本潤っていう役者が、僕30年ぐらいから芸歴やってる先輩は結構何でも作れるんで、みんなでコントイベントやろうって言ったら全部作ってくれるんですよ。作れる人は作れるし、あとまあ僕みたいに DIY とかが好きだったらインパクトって言って電動ドリル、あのこういうのの上に家のドアとか立つじゃないですか、あれ全部電気で売ってるんですけど、そういうのを使ってるとバラシの時、あの舞台をきれいにする時にめちゃくちゃ速いです。ウィーンウィーンっていうかなりの戦力です。人件費削減に役立てます。稽古とかでもめちゃくちゃ作った時も、あ、行くぞーって3人ぐらい僕みたいなやつがやると大体成功で、すごいですね。じゃあやっぱもう総合演出しながらもうそういった裏方の最後の、いやでも DIY に関しては好きだからですからね。芝居が本業としてあったけど、 DIY は家で好きだからやっていたらたまたま舞台とつながったっていう、もしかしたらそういう人もいらっしゃいますよね、お仕事として。元の知り合いが、まあ、土山さんよりもまだまだ下というか、なんですか、若い時期なのというか、はい、でやってる人たちがですね、結構最近は自分たちでハンドメイドを作って、そのグッズとして販売してる人が結構多いです。多いですね、やばい。でも、まあ、今日も呼んだんですけど、今日もなんかどこかね、あるから今日の休憩時間もそうなんですよ。もうそれ自体もちょっと忘れてしまう。そうやって喜んで、お客さんに喜んでもらうっていうのは大事なことですね。大事なことで、この、でも、石川さん、僕は多分、僕の紹介のタイミングの最初の公演の頃に、はい、ブロマイドとかも出たんですね。あー、ブロマイド。ブロマイドっていて、なんだろうなと、僕は内緒に思ってたんですけど、私もまだこれは、僕にやっていただきました。欲しいな。ありがたいですよ。そこで、自分たちは、物を作って販売とかはしないのか、この劇団のところで。僕はそういう才能がないって分かりました。まあ、劇団10年目を来年に迎えますけど、いろんなグッズにお調べて作ったりしましたけど、僕が企画して作るグッズが意外にこのファンの人の中でいらないものが多かったらしく、ちょっとね、でもこれはこれは持ち家持ち家に任せようと。そうですね、そういうセンスないんだなっていうか、でもたまにこの人が「賢者さん、これちょっとロゴ書いてください」って言ったら、たまに書くと味があると褒められるんで、たまにしようと思ってます。そうなんですね。でも今日はですね、ちょっとハンドメイドのブースを見て回ったりとかして、その出店者さんとか、これあのパッと見た感じ、はい、まあ、ちょっと目が悪くなったんですけど、まあでもいろいろなものがあるじゃないですか。はい、あります。このハンドメイドっていうのは何があるんですか。あの最初にお仕事で来た時に、はい、でこれレジンなんとかっていうのがあって、一番初めの仕事ですから、ネットで調べたらあのジュラシックパークの蚊が入っていた恐竜の血液みたいな感じですよね、レジン。誰にも刺さらんことあるそんなこと。ジュラシックパークの蚊の入ってた恐竜の血のやつ、あれ、おじいちゃんが杖のここにあるやつみたいな感じでしょ。みたいな感じ、みたいな感じなんですけど、多分今皆さんもね、ちょっと古すぎて、古いジュラシックパークこの前やったじゃないか、ジュラシックワールド炎の帝国ってあれ、あれでもおじいちゃんの杖、これキーワードでありましたからでもそういうやつでしょ、透明な中になんか埋まっとるみたいな。そうです、そうです。他は何があるんですか。他は何があるんですかね。でもよく見てもらうと、揚げ物系まで
けど、寝時計もあって編み物もあります。でも、まあ、うん、簡単に言うとですね、ハンドメイドっていうのは、はい、まあ、英語みたいなもんで、いや英語でしょ、どっから英語でしょ。いやでも手作りでしょ。和製日本語、和製日本語。なるほど、ペットボトルみたいなもんだ。そうです、日本にしかない英語、そんな感じだと思っていただけると。で、手芸とハンドメイドがあって言ったら、なんか違うらしいですよね。手芸やってる人たちから手芸とハンドメイドはちょっと別ジャンルなんですか。別ジャンルで、お店やってて、そのハンドメイドのお店やっていて、はい、専門店なんですけど、はい、手芸の講師の先生とかと話した時に、うん、手芸とハンドメイド全然違うわよ、うん、まあ、なるほどね、全然違うんだ。でも一般人からしたら同じ箱になっちゃいますけどね。一緒で検索もして全然一緒なんですけどって言って、もう中谷になってしまう。まあまあでもね、あのジムを持ってお仕事をやってる人はね、例えば僕役者でしょ、タレントって言われて時期、お金集めない役者だって言ってた時期あるんですけど、別にまあ周りから見たら一緒かなって。そうそうなの。何があるんですか、あとは。え、竹でなんか作るってとか。今回はいないですね。あ、あるんですね、そういう人。わらじ作るとか。今度大きいイベントになると、名古屋で一つだけフリマっていう、あのフォートレス名古屋の顔を展示されていた、イベントの中にはたまにいます。だから、木の木細工でやってる人とかもいるんですけど、今回はハンドメイド。それでもハンドメイドの一つになると。そう、なんか、あ、それ嬉しいですね。でも、クリエイターって言ってくださいっていう人です。ああ、まあ、それはちょっと面倒くさい。今回はさっき言ったようにイラストもいます。で、布物イラストっていうのは絵ですね。絵描きさん、絵描きさんね。おお、結構そのそういう人たちもそこら辺に出ることもあれなんですか。その目の前にある木の箱みたいな、ネックレス。ネックレスで本田健一さんが作ってもらうデジアンス。本田っていうか今日ね。そうですね、デジでね。あ、今日来るのがあそこ、あそこと似てるのアクセサリーって。あ、アクセサリーも自分で作られると。そうで、あ、結構やっぱアクセサリー系が多いですね。うちの人専門店だからか知らないけど、術とか。術は確かに作っていないですね。どういうことですか。え、お姉さんは何を作ってるんですか。目が悪くなっちゃったね。目目で見分けないよ、僕の優先だから。ほら、目にハーバリウムガラスぬいぐるみ。あー、そうですね。研修さん、ぬいぐるみ、はい。あ、これ何、これ手作りするんですか。これプロの仕事じゃないですか。そうなんです。